壊滅した東京でギガントを倒した者、それは未知の存在に寄生された一人の少年だった。感情こそ解放ピザメゲタ歪んだ砂利を解き放て、この先がどこに通じた、何か情報は得られない。こちら一夜、これより攻撃を開始する。背中を頼むぜ。私の使命はギガントからみんなを守ることだ。昔の俺とは違うから。人類を守るために戦う貴様の意志を尊重する理由はない。じゃあ準備ができたら行くとしようぜ。戦略もなしにただ闇雲に戦うのが正義なんだ。俺たちは負けない。負けるわけにはいかないんだ。ここにはいろんな思い出があるけど、それに閉じこもってるだけじゃわからないこともたくさんあるからさ。仲間のために泣かない奴がいるかよ。それももう終わりだ。いやだ、俺はただの普通の人間なんだよ。畜生、体の力が、こんなところで死ぬわけにはいかないんだ。この俺を守るだけでもう精一杯なんだよ。俺も強い男になれる気がするんだ。なんでその力で戦おうとしないのよ。俺は所詮兵士だ。すべてギガントを勝つため、それ以外の理由はないよ。本当に大切なのは見るだけなのかもしれない。私たちどうなっちゃうのかな。絶望を相手に戦えるのは愚かなものだ。地球上で繰り広げられてきた何億年もの生命の歴史、その結果が今ここに立ってるんだよ。受け継いだのは全ての命だ。バンダイナムコ。